こんにちは。源氏物語イラスト役のカイです。この動画では、源氏物語の原文の後に、一語一語の筑語訳が表示されます。さらには、イラストが浮き出てきます。単語とイラストを合わせて見ることで、古文の速読が可能になる、そんな動画です。古文の読解は、単語と文法が基本です。ですが、知識だけではわからない文脈のイメージも重要ですよね。逆に、漫画やあらすじのみでは到達できない一語一語の読解力もこの動画では身につきます。今回のイラスト訳では、これらの重要古語が出てきています。また、これらの助動詞や敬語にも、筑語訳と対応しやすく線を引っ張っています。源氏物語第1条、切壺のイラスト訳は、すでに YouTube に公開しています。再生リストを貼っておきますので、ぜひチャンネル登録をして、ご覧になっていただけたら嬉しいです。それでは、イラスト訳本編のスタートです。今回は、玉の神の女性選別。では行ってみましょう。成り上がれとも。もとより、去るべき筋ならぬは。よしとの思えることも、さはいえど、なお、異なり。また、もとは、やんごとなき筋なれど、世に降る、たずき、少なく。時世に移ろいて。覚え、おっとろえぬれば。心は心としてこと足らず、わろびたることども、いでくる技なんめれば、とりどりに断りて、中の品にぞ置くべき。図量と言いて、人の国のことにかかづらい営みて、品定まりたる中にも、また刻み刻みありて、中の品の結集はあらぬ、エリーデツべき頃をいなり、生々の神立ち目よりも、悲惨儀のシードもの、
世の覚え、口惜しからず。元の根差し、癒しからぬ。安らかに、身をもてなし、振る舞いたる、意図、かわらかなりや。家のうちに足らぬことなど、はたなかんめるままに、省かずまばゆきまでもてかしづける女などの、おとしめがたく、生きいずるも、あまたあるべし。宮遣いに、いてたちて。思いかけぬ、幸い、取りいずるためしども。大借り貸し、など言えば、お楽しみいただけましたか？単語と文法は頭に入りましたでしょうか？今回の重要語語はこちらです。また、今回の文法事項はこちらです。さて、今回の会話文は、アマヨの品定め4人の会話文の中で、玉の紙を提示しました。本来は、参考書などによると、塔の中条という説があります。塔式部の条や光源氏ではないことは、ブログの方でも指摘をしていますので、またゆっくりとご覧になってくださいね。そして今回は、能の識別がたくさん出てきましたね。しっかりと理解をして、もう一度確認をしておいてください。この動画では、イラスト役でイメージを持たせつつ、どんどんと速読力を磨いていきます。毎週水曜日と土曜日の10時に更新していきますので、楽しみにしてくださいね。それではまた次回お会いしましょう。